よいしょ。あないよ出してよ。皆さんこんにちは、モンハン初級者です。いよいよ消化しきれていないクエストの数が残り3つになりました。マガイマガドの強化個体とナルハタタ姫はそろそろ総中棍を使い出したいと思うので後に回して、今回はタチの最後でルシリオレウス重大事変を倒せたらいいなと思ってます。正直私タチの使いすぎで、この前久々に総中棍使ってみたらもう全くできなくなってたんですよね。虫の飛ばし方とかからも忘れちゃってて、本当に一つのことしか極められない不器用な人間なんですけど、今は重大事変の主ディアブロスを倒せるレベルぐらいまでタチを極められたので、リオレウスの重大事変を倒したら総中棍を猛特訓したいと思っています。こんなに一つの武器しか使えないやつなのに、ファンブレイクで武器2種類使えるのかっていうどちらも同時に極められるようになっていきたいですね。ヌシリオレウスの弱点が頭と尻尾のみですね。と流属性攻撃が有効っていうことなので、やはりこちらのバルファルクの太刀で今回も行きたいと思います。それでは行きましょう。普通のヌシリオレウスは倒せるぐらいまでにはモーションは練習したんですけど、今回は重大事変なので、ヌシディアブロスとかヌシ神溶岩の重大事変よりは難しくないといいですね。なんかめっちゃあの人虫いじめてるよね。ほい、よくわからんけどいきなり攻撃してきたわこの人。ほい、1回目っていうか全然怒ってないしな。ひえんだよ。あら、当たってないよ。ほい、最高です。よいしょー、当たれよダメだ、危なかったね。カフト割りできる。あー危なかった、撃ちそうになったよ今。いやだ、いやだ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 。はい、あ、そっちね。これカブトアリいつ撃ったらいいの？今？尻尾いいよね。あー、この尻尾、回転攻撃どうにか避けたいんだけどな。逃げますか。回転するときは何で避けたらいいんだろう。見切りかな。はい、最高です。あ、この後カブト割りだったんだ。ひえよかった。あ、しびれてらっしゃいますね。どうしよう、よいしょ、よし。あ、吠えらっしゃる。あ、何か来ます。はい、スキュアル、スキュアル、いけ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 。遅い、ちょっと絶対間に合わんやん。いやど根性が消えてしまった。もうやだ、もうやだ。離れすぎたんだな、さっきね。最高です。あ、なんだ、あの後ほんと隙があるんだよ。いやーしゃー、なんか静かに終わったな。とても静かに終わってしまったな。火力上げていこう。なんかのんびりしてるね。なんか
かめっちゃのんびりしてるね、この人。気づかれないんだ、この段差の時は。ほい、最高です。よいしょ。はい、行きました。この人横に移動するだけだからいいね。ほい、あ、やってしまった。消えんだよ。あー、それは無理。よいしょ、当たった。あ、最高です。いけるかな。よいしょ。あダメな日、ダメな日。よいしょ。あー、当たりませんよ。はい、疲れてますね。よいしょ、よいしょ。夢き、あ、出てないやん。なんやの、疲れてますね。あれ、今何されてる。なんか火が何も出てないから。出てないよ。火出してよ。消えん。めっちゃ狭いところで戦ってない、私たち。なんか疲れてますね。はい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 、ごめんなさい。お、仕掛けますか。オッケー。まあ何も溜まってないけどね。ひえん、降りてください。また逃げた。この人セレレギウス並みに逃げるね。いましたね。おっしゃ、見切れてよかった。あー、そっか、さっきの技の後は隙があるんだ。あーはい、あ、やばそう。危なかった。危ない危ない。おお、危ない危ない。やだー、持ってんの、カブト。無理。あー、まあ当たったんで。あー、なんか上に飛んでてようわからんよ。あーよし、この後カブトリ。よいしょ、降りて。おお、お散歩お散歩。あー、勝ちたいんですけども、勝ちたいんですけども、あと1回になってしまった。逃げますか。まあまあ遠くに行きましたね。嫌だなぁ。勝ちたいんだけどなぁ。オロミドロとかもね、アシュが出るから練習しとかないといけないですよね。ちょっとガルクから降りるの遅かったわ。よいしょ、遅いんだなぁ、見切りが。間に合わないんだ、あれは。ちょっと早く起きてくれんかな。なんでめっちゃ遅かったんだけど、起き上がり。何してたの、何してたの自分。はぁ、最悪だ。まあ今回はヌシリウレウス重大事変に挑んでみたんですけど、なんか半々ぐらいの割合で勝てそうでしたね。ただモンスターのモーションは全く、ヌシディアブロスやヌシジンオーガを倒した時ぐらいのやり込み量が足りないし、完璧にそのリオレースの動きを捉えているわけでもなかったし、攻撃も対応できなかったので、もうちょっと練習を重ねていいプレーをしていきたいですね。武器もバルファルクの太刀で相性も良さそうだったので、あとは練習あるのみです。なんか気を抜かなければね、勝てそうな気もしたんですけどね、まだまだやっぱ足りませんでした。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。サンブレイク発売までに残りの強化個体のクエストを消化していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。
やっぱ何十回何百回と練習を重ねるといいプレーができるようになっても、初見とか数回行ったぐらいでは全然うまく立ち回れないのがまだまだ初級者だなっていうところですね。頑張ります。